こんにちは、勝誠司です。今日はですね、縁があってこちらで、お話しさせていただくわけですけれども、今回のワークショップ、皆さん左手おろそかになってないですか？左手こう弾けばいいっていうんじゃなくて、コードを弾くときにもちょっとしたテクニックがあなたの演奏を格段にアップさせます。例えば、ね、こういうやつ、こういうやつをただこれだけやってても楽しくないので考えました。ある曲に乗せてこれを学んでいきたいと思います。ウクレレジブリからカントリーロード、ね、カントリーロードなんですが、あれより今回よりですね、さらにそれをシンプルに僕がスコア書きます。でそれを持ってコツはですね、言えません、どうか、カントリーロードを学びに